どうもダメです。今日も逃げるバブリン2000ニュージーチャーでいこうと思います。ついに来ました、ミラノラインナップ見ていきましょう。1人目がバステン選手、そしてライカルト選手、フリット選手ですね。いやー、ついに来ましたね。まあ、正直狙ってるのはライカルト選手、これが一番欲しくて、まあ、2番目はフリットかな。バステン選手はなんかちょっとね、なんか弱いんですよね、ちょっと。なのでライカルト選手狙って引いていきたいと思います。コインは5800コイン用意しました。この分のコインを使って引いていきたいと思います。ライカルトが当たったらやめたいなとは思っております。来週はマンチェスターユナイテッドも来るので、そちらもめちゃめちゃ強いので、まあ無課金未課金の人は節約しながら考えな、よく考えて引いてみてください。では1投目いきます。さあ運命の1回目、さすがにね、マジュラル選手ありがとうございます。1回目、さあ2回目。いやマジライカルト欲しいんだよね。まあ、そんな甘くないよと。さあ4回目、まだまだ引くで。来た、やばい、マジで早い。頼む、ライカルト来たら、待って、これ動画どうしよう。でもライカルト来て、お願い。さあどうだ、誰だ、顔見せてくれ。ちょっと待って、ちょっと待って、マジで引いちった。